艦長、お久しぶりです。ハイペリオンのみんなは元気ですか？春の肌寒さは徐々に和らぎ、天気も穏やかになりましたね。少し前に川辺を散歩した時、そよ風に揺れる柳を見かけて、ふと艦長が以前お話しされていたことを思い出しました。柳は生命力の強い植物で、その枝を土に差し込むと知らない土地でも成長できると。当時の私はただ不思議に思いましたが、改めて柳を目にして、その強さと不屈さをしみじみと感じました。最近はいろいろあったので、館長はお忙しいですよね。今年の誕生日はみんなに迷惑をかけずにシンプルに過ごそうと思っていましたが、まさかサプライズがあるなんて。館長からのケーキ、みんなからのメッセージ動画、そしてプレゼント、私にとってどれも大切な思い出になりました。手紙に私が作った絵馬を同封します。今までの誕生日でケーキを分け合い、願い事をしてきたように、館長も書いてみませんか？共に絵馬に願い事を書くとすぐに叶うと聞きました。ライデン・メイ。